始まるよ。突如現れた異様な形をしたカエルの先生。彼はどうやら僕の先生らしい。そんな彼が僕にこう言う。ワンテンを取れるまで何度もやり直させると、先生の声が遠くなっていき、僕の意識はだんだんと遠のいていった。気がつくと茜色の教室にさくらという同級生の女の子と僕の二人きり、たえもない会話を繰り返していたのだが、ある日顔に打撲の傷をつけてきた彼女、明らかに他人が恋につけたものであり、僕はそのことについて彼女に聞くが、彼女はそのことについて話さない。彼女が話さない以上、これ以上話を聞くのは彼女を傷つけると思い、今日も絶えもない対応をしていたのだが、ある日事件は起こる。いや、僕はとある日の屋上、さくらはぼんやりと夕焼けから次の瞬間飛び降りた。正面を向いたまま背後へ小さく飛んだ。気がつくとまた異形のカエルの形をした先生が僕の目の前に現れ、説教を問う。しかしこれは一体何なのか、さくらを救うことは果たしてできるのか、後半の始まり。それ嘘だよね、それ嘘だよね。はいはいはい。でなんか彼氏にぶん殴られてる。でここだよ、でここだよ結局。でここに戻ってきちゃって、これセーブか。これもしかしてさ、あれじゃないか、何回でも彼女の腕を掴むんじゃないかこれで。先生来るんだよね。あっ来た、掴んだら進んだ、さっき戻ったのに。あれ、あれこれ俺ミスったか、あれ俺掴まなかったっけ、あれ俺落とした。ちゃんとこっち見て、どうして手を握ってくれなかった。なんで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 。これで諦めようなんて考えちゃうな。まだ頑張るよな。まだ初めからやり直そうな。おい、どうして黙ってるんだ。本当に諦めるつもりなのか。何も言わないんだな。これやっぱりさ、なんかそういうことな気がしない。何回でも初めからやり続けなさいって先生は言ってるもんね。諦めずに。そういうことでしょ先生。先生が言いたいことってそういうことだ。分かったよ先生。俺さくらを助けるために何回でも死に戻りしてるやるよ。あるそういうことか、死に戻りだ。さあさあ来ました皆さん、2回目の死に戻りルート。ある日の放課後、他の生徒たちが教室に出ていく中、僕はいつものように席に座っていた。さくらさんの席は空いていた。僕はじっと彼女が戻ってくるのを待っていた。数時間が嫌な胸騒ぎのようなものを感じた僕は、教室を出ると迷うことなく屋上へ向かった。さあ来たよ来たよ、今度は助ける、必ずお前の腕を掴む、ここで始まるんだ、絶対に掴んでやるからな。茜空の中で彼女は一人屋上のフェンスに手をかけて立っていた。どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。彼女は僕の存在に気づいていないのか、ぼんやりと夕焼け空を眺めている。次の瞬間、さくらさんが正面を見たまま背後へ小さく飛んだ。僕は掴む。はいはいはい、ここでもう一回先生来るんだよね。掴んだから。立山いい加減にしてくれ。あ、顔変わった、セリフ変わった。何度同じ過ちを繰り返せば気が済むんだ。それはこっちのセリフだよ立山。お前言うようになったな。僕は先生の目を見つめたまま静かに口を開いた。なんだと。僕の言葉を聞いた先生の表情が変わった。どうせ僕がどの選択をしても責めるんだろう。え、立山、満点をくれるつもりもないくせに、あんたこそ一体何がしたいんだ。死に戻りだ。ようやく喋ったかと思えば、先生に向かって、なんだその態度は。こんなことに何の意味があるんですか。何度繰り返したって結果は同じですよ。なんでそんな悲しいことを言うんだ。だってそうでしょ、これは全部僕の夢で妄想だから。え、立山の夢。やっぱり人は過去には戻れない。どれだけ後悔したってやり直しなんて聞かないんですよ立山。え、じゃあこの先生は何者。立山が作り出したなんか
壁というか立山の頭の中にいるモンスト、理想を具現化した先生。何を意味のわからないことを言ってるんだお前は。あの日、夕焼け色に染まる教室で、僕は一人自分の席に座っていた。すぐ後ろの席にはさくらさんがいた。彼女は机に伏して寝たふりをしながら一人肩を震わせて泣いていた。え、そうなの？僕は彼女に声をかけなかった。気づかないふりをして家に帰った。あ、だから今までの選択は全部現実の立山が取ったものの逆ってことなんだ。翌日、彼女はいなくなった。どうして声をかけなかったんですか？先生は僕の言葉にたじろぐ。いや、だって先生、彼女は髪色も派手で遊んでそうだったし、僕なんかよりずっと人生を楽しんでるだろうって、そうやって思い込みや偏見で判断したのか。大体何を話せばよかったんだよ。僕は彼女とろくに会話すらしたことが何でもよかったんじゃないのか。何を話すかなんて重要じゃない。あの日彼女に声をかけてあげることに意味があったんじゃないのか。やばい、理想の立山が強い。ってことはこの先生は大人になった立山ってこと？額の汗を拭った。僕みたいなのに声をかけられても迷惑だろ。僕は彼の瞳から目をそらさずに続ける。彼女にそう言われたのか。先生がもう何も言い返せねえよ。迷惑かどうか決めるのは彼女だ、あんたじゃない。先生から教わった言葉で僕は先生の心を傷つける。彼が本音で話をするまで決してやめはしない。僕が動かなくたってきっと先生や他の誰かがそうやって人任せにして、それで彼女はどうなった。誰か一人でも彼女を助けようとしてくれる人はいたのか。うわ先生は低い鳴り声を上げながら頭をかきむしる。違う、うるさい。彼の怒りに同調するように周囲の窓ガラスが割れる。その破片が彼の体に突き刺さる。どれだけ僕を脅かそうとしても無駄だよ。もうあんたなんか怖くない。どうしてそうやって僕を責めるんだ。僕が帰る男だと思っていたおぞましい怪物のような先生は、やっぱり未来の僕、10年後の大人になった僕で。彼は悲しげな表情のまま僕の方を見つめていた。じゃあどうすればいいんだよ、どうすればよかったんだよ。そんなこと考えても仕方ないよ。あの日に戻ることもやり直すこともできはしないから、後悔しながら生きていくしかないんだよ。そんなの辛すぎる。そんなの確かに、やめて、泣きそう。何これ、泣きそうだよ俺。僕は席を立つと彼に背を向ける。待ってくれ。彼がすがるように僕を呼び止める。他人の人生に割って入って考えを否定して、自分の発言で他人の人生を左右してしまったことに、その責任が持てるのか。そんなことはわからないよ。深すぎだろ。それでもずっと後悔しながら苦しみながら生きてきたから、もしも次があるのなら、その時はせめて後悔のないような選択を僕はしたい。え？屋上に向かった。え？でもこれ夢の話なんでしょ？茜の空の中で彼女は一人屋上のフェンスに手をかけて立っていた。どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。彼女は僕の存在に気づいていないのか、ぼんやりと夕焼け空を眺めている。ちょっと早いかも。さっきの飛び降りるよりもちょっと早めに来てる気がする。次の瞬間、あ、違うわ、やっぱ飛び降りた。僕は、え、握った、立山。その瞬間、落ちていくはずの彼女の体が、周りの景色が静止する。え？手、やっと取れたね。さくらさんは驚いた様子もなく、優しい表情のまま僕のことを見つめていた。しかしさ、時間かかったよね。何回もやり直してさ、赤点ばっかりだし。確かに何回もやり直したわ。優等生だと思ってた。
ごめん。まあいいんだけどさ、立山さ、あれだよね、後悔してたわけだ。あの日私に声をかけなかったこと、私を助けなかったこと、10年間もずっと、まるで片思いみたいだね。あはは。てかさ、私らってそんなに仲良かったっけ？いや、一度か二度くらいしか話したことなかったと思う。うわー、これがリアルだ。リアルの立山と会話してるんだ。うわー、悲しい。なんかだよね、君も暇だね。さくらさんは何事もないかのように僕に語りかける。もっと早くこの手を掴んでいれば、僕はこうやって普通に彼女と会話をすることができたんだろうか。同じ時を過ごすことができたのだろうか。大人になったさくらさんと生きている彼女と。まあでも立山がさ、10年間ずーっと後悔してたってことはさ、その間何度も私のことを思い出したわけでしょ。それってつまりは、私は立山の中で10年間生き続けてたってことだよね。さくらさん、すっごい迷惑な話なんですけど、さくらさん。だってさ、私は生きるのが嫌だったわけだし、そもそもこんなことをお願いしてないしね。確かにこれほど迷惑な話はないね。でしょ。それでも掴んだ腕を離す気にはなれなかった。でもさ、あれだよね、私らってつくづくそんな性格してるよね。もっと楽観的に物事を考えられたらさ、そしたらもっと楽しく生きられたのかもしれないね。さくらさんは寂しそうに笑った。さてと。え、追試はこれでおしまいかな。100点。次はテスト、本番だからね。本番？言っとくけどやり直しなんて聞かないから。いい、私のことは過去ね、過去。え、昔の女のことなんかすっぱり忘れちゃってさ、君がいればやりたいと思うことやってみなよ。後悔のないようにね。え、最後に立山、ありがとね。え、凄まじいブレーキ音と線路に向かってゆっくりと落ちていく少女、彼女のうつろな瞳を僕は捉えている。え、立山だ。立山じゃない、さくらさんだ。二人。え、駅の方まで倒れ込んだ。仕事が終わり、帰りの電車を待っていた僕の視界に、近隣の高校の服に身を包んだ女性との姿が入った。彼女はうつろな目をしたまま駅のホームで立ちすくんでいた。なんとなく嫌な予感がした僕は彼女の元へ駆け寄った。彼女は僕に気づかぬままふらふらと足を前へ進めていき、迫り来る電車に線路に向かって飛び込んだのだ。なんで？ホームでへたりと座り込む彼女の肩が小刻みに震えていた。なんで余計なことをしたの？やっと決心がついたのに、やっと勇気を出したのに。彼女はむき出しの感情を僕にぶつける。僕はただ黙って彼女の目を見ていた。あなたは誰ですか？あなたは私の何を知ってるんですか？何も知らないくせに人助けのつもりですか？視界が滲んで見えなくなっていく。何も知らないよ。泣いてんだ立山も。何も知らないなら勝手なことしないでよ。私の人生なんだから、どうしようと私の自由。え、彼女の感情が怒りから動揺へと変わっていくのが分かった。ちょっと何泣いてるんですか？気がつくと僕の目からは止めとなく涙が流れていて、10年間抑えていた感情が涙とともに溢れ出てしまう。知らないに決まってる。だって何も教えてくれなかったじゃないか。彼女はいつだってひょうひょうとしていて、悩みなんて何もないように見えた。彼女は誰にも自分のことを話そうとしなかった。話してくれなきゃ分かんないじゃないか。知らなかった。彼女が義理の父親に暴力を振るわれていたこと。あ、やっぱ彼氏じゃねえんだ、義理の父親なんだ。誰かに助けてほしくて、気にかけてほしいからわざと派手な髪色にしていたこと。うわちょ、うわ、つらっ。周りに勘違いされて距離を置かれる状況にずっと苦しんでいたこと。僕と同じ
弱い人間だってこと。何の話をしているんですか、あなた。あと10年頑張ってみないか。先生やってるわ。は？10年頑張る。僕の言葉を聞いた彼女が再び怒りに震えた。私はもう十分頑張ったんだよ。それなのにまだ頑張れって言うの。君が何に苦しんでいるのかは知らないし、僕の想像なんかよりずっと辛い環境にいるんだと思う。きっと君は今人生に絶望していて、これから先楽しいことなんて何もないってそう思っているのかもしれない。だけどそんなことは絶対にないから。ああ、あの時勇気を出さなくてよかったって。勇気がなかったおかげで今があるんだなって。毎日が楽しいと思えるようなそんな未来が絶対に来るから。全部嘘だ。僕のこの10年は後悔の連続で、楽しいことなんて何一つなかった。もし10年頑張ってみてそれでも何も変わらなかったら、今よりもずっと辛い思いをすることになってしまったら、その時は僕のところに文句を言いに来ればいい。謝るから。何ですかそれ。僕の情けない説得を聞いた彼女は肩の力が抜けてしまったのか、その場に座り込んだままでいる。だから、ああ、もう分かりましたよ。分かったから泣かないでください。これだけ人の目があったらもう飛び降りれないし、何よりあなたがそんなに泣いていたら、私が悪いことしてるみたいじゃないですか。僕のしたことは間違っているのかもしれない。ただの自己満足で、偽善で、彼女はこれから先、僕のせいでもっと傷つくことになるかもしれない。それでも、ありがとうございます。別れ際のさくらさんの言葉や姿が、目の前の彼女と重なって見えて、それだけで僕は救われたような気がした。テスト返し。うわぁ、そういうことか。本番テスト、はあ、なるほどね。過去の過ちを追試で乗り越えて、いざ本番で乗り越えて、うわ、すごいぞこれ。ちょっとこれみんな遊んだ方がいい、このゲーム。俺もえ、これ今俺どんぐらいやってた ?45分。動画時間じゃねえや、撮影時間で45分でしょ。もう2時間ぐらいの間隔でよ。2時間の超大作感動映画見たような満足感がある。まだ続きあるわ。教壇に立ち、うつむく僕。その隣には彼女が立っている。え？何これ？何これ？とある日の記憶。絶対に誰にも言わないでくれ。言わないってば。てか、このやりとり何回目？誰もいない放課後の教室で、黒板に落書きを書いた。すぐに消すつもりでいたのだが、不運にも彼女にも送りされてしまったのだ。あ、絵が趣味って言ってたもんね。あれ、立山で合ってるよね、名前。あ、これがリアルな、あれってこと？彼女はじっと黒板の絵を見つめていた。このカエル！そういうこと。え？この隅っこに描いてある可愛い女の子っぽいのは？この作品のヒロインかな。このカエル男は正義の味方だけど、可愛い女のしか助けないっていう設定で。このカエル、私のことも助けてくれたりするのかな。彼女が身を置く環境がどんなものか、当時の僕は知らなかった。それでも彼女が孤独を抱えていて、助けを求めていることは誰の目からも明らかだった。で、私可愛くないから無理か。あはは。立山さ、漫画家志望だったりするの？まあ、一応。マジ？すごいじゃん。サインちょうだいよ、サイン。やだよ。ケチ。さくらさんは僕にとってただのクラスメイトで、特に仲がいいというわけでもなかった。それでも、僕の絵を
褒めてくれたのは、さくらさんがたった一人だったみたいな僕の夢を聞いて笑わなかったのは、彼女だけだったから。ちょっと悲しいよ。ん？どうした？何？急になんかすごいし、俺の心が持ってない。僕は絵を消す手を止めると口を開く。なんか話してるじゃんお前。他にもいろいろ描けるけど。あ、なんか描いてほしいものあるみたいなリクエストってこと？お、なになに？乗り気か？あはは。目が覚めたら彼女には二度と会えないような気がした。あ、夢か。だから僕はもう少しだけ、この夢が続けばいいと思った。トゥルーエンド、テスト返し。うわー、なんか悲しいけど、なんかなんていうの、すごい過去は変えられないけど未来をね、この経験を思い出して救う主人公はやっぱりかっこいい男だと思います。僕はもう皆さん本当にあれですね、なんか偽善だろなんだろって言われる世の中ですけど、偽善でもいいんじゃないでしょうか。助けられる時にね、人を助けてあげてください。目の前の困ってそうな人がいたら一言声をかけてあげるだけでいいんです。目を見て話してあげるだけでね、その人の何かが変わるかもしれない。それがたとえその人にとって辛いことでも迷惑なことだったとしても、声をかけることをやめないであげてくださいと、そういうね、すごく深い考えを与えさせてくれる素晴らしい作品でございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。